2023オートバックスーパー GT ラウンド7オートポリス GT450 キロレースの予選です。気温は18度です。路面温度は25度まで上がりました。湿度は 71% となっています。Q1 突破するっていうのがまず、第一だったんですけど、朝の練習走行からその部分に対してはすごく自信はあって、セッティング変更した部分と、やっぱり予選になるとダンロップタイヤさんのマッチングがものすごく上がってきて、練習からすごくいい流れで、予選も過ごせたと思います。さあそして残り1分40秒スバル BRZ はどこまで上げてくるか。1分42秒694早い。スバル BRZ 42秒141です。これコースレコードまでコンマ1秒でした。シンプルに悔しいですね。やっぱ予選一発かけてやってきた中でのこの一発は取りたかったなと、車も自分自身ももっと成長できるように頑張りたいなと思った予選だったなと思います。僕たちはもうイケイケガンガンしかないので、その中でチームがいろいろ考えてくれると思うので、もう僕自身は何個かプランで一緒に考えて、こういう風なシチュエーションになったらこうしようというのはある程度みんなでプランは考えますけど、もうコース上走ったらそこを考えるのはチームだと思うので、あとはもうそこは戦略は任せて、僕たちはコンマ1秒でも削ってくる、集中力を持って頑張りたいなと思います。オートポリスということもありますし、井口拓人応援席もできるっていうのもあるんですけど、やっぱそれ以上にその今年まだ、優勝を勝ち取れてないっていう悔しさというか思いの方がものすごく強くあるので、簡単ではないレースになるとは思うんですけども、とにかく、ただ優勝を目指して頑張りたいと思いますし、九州のファンの皆さんを熱狂させるような、走りがチームと一緒にできればなというふうに思っています。このオートポリスサーキットは非常にテクニカルなコースです。路面も非常に荒いというか、グリップも決して高くない中で、それをいかに早くコーナリングを走るかというのがすごくキーワードになってくるので、難しいサーキットであり、非常に面白くやりがいのあるサーキットでもあります。路面の凹凸が激しいというか、表面の凸凹が多いのでタイヤに厳しいサーキットだという印象はあります。起伏に関しては結構苦労するところで、やっぱり下を打ってスキッドブロックをに対して削れることが多いので、そこがすごい注意する点かなと思います。 BRZ、 そして BRZ になる前もレガシーでもこのサーキット挑んでるんですけど、比較的私たちはここのサーキットは割と早く走れるようになってるので、だから好きな部分もありますね。はい、昨年のセットアップをベースにして、昨年より重量重いので、いかに足を柔らかく優しくタイヤに優しくできるようなセッティングを心がけるのと、さっき言った起伏に対してどこまで車高を上げなくちゃいけないのかとか、そこら辺を考えていました。
レース距離が伸びることによって戦略もいろいろ考えられる反面、やっぱタイヤをいかに持たせられるかっていうところが重要に、レースに向けては重要になっていると思います。実際にその150キロ伸びたことによって、やっぱり周りのライバルがどういうタイヤマネジメントで来るのか、タイヤ交換をしないチームが出てきたりと、まあ、うちもじゃあタイヤを変えないでいくような戦略ができないとか、ね、まあ、今日のここに来るまでも悩んでますし、現在も悩んでます。やっぱり非常に影響します。今の、予想できる路面コンディション、明日はどうだろうっていうところで最終的に戦略をこの後みんなで検討していきます。オートポリスは比較的燃費いいので、戦略の幅は広げられるので、いつもほど不利にはならないと思います。まだ今年表彰台1回しか取れてないですし、まあ、勝っていないので、ぜひともここで勝って最終戦の、チャンピオン争いに残って最終戦を迎えたいなと思います。やはりタイヤマネジメントを含めてぶっちぎるようなレースはまずできないだろうと思います。別のタイヤメーカーさん、別の車両も、まあ、ここ得意とする車両と、まあ、争いになると思うので、まあ、いわゆる絶好のタイミングでピットに入れて自分たちのロスが最も少ないレース展開にして、やっぱり勝ちにつなげたいと、今はそれを目指してまず明日の戦略を立てていきます。2023オートバックスーパー GT ラウンド7オートポリス GT450 キロレース決勝です。現在の気温は17度、路面温度27度、湿度 57% です。最初山内に出てってもらったのは第1スティントでタイヤをどこまで使えるかによって2回目3回目使うタイヤを変えていくっていう戦略だったので、まあ、その辺も含めて山内に行ってもらってタイムとどこまで維持できるかっていうところを見極めながら進めたいっていうのが今回の戦略でしたね。2023オートバックスーパー GT ラウンド7オートポリス GT450 キロレース、今の状況トップ2台は競いながらタイムは 48.0、 後ろは遅い、ギャップが 19.4。 予選で使ったタイヤは想定より持ってくれたので、僕たちにとってはいい方向に進め出た状況ではあったんですけど、もっと苦戦するかもしれないっていう状況の中で、ワンスティント目の山内選手が本当すごい伸ばしてくれたんで、まあ、そういった意味ではその同じタイヤで3スティントをつなぐことができたので、一番最悪なケースは免れたと思うんですけど、こちら300の3位争い、 APR 対スバル。やっぱりスバルが追いついてるね。さあ井口が根元に迫る、地元九州の井口、表彰台に上りたいところ。あと10周、あと10周、そっちね、一発で仕留めてこいよ。そしてここスバル、次来たんじゃないですか井口。まあ、タイヤの影響もあって、その、まあ、ブレーキも全然いけない状況になってしまって、もう一押し絞りこう力を出せたら
オーバーテイクできて3位の可能性も十分にあったと思うんですけど、本当に僕自身もちょっと力不足でなかなか厳しいレース展開になっちゃったなっていう感じです。最後は本当に抜くことができずに悔しいレースになっちゃいました。チームもダンロップタイヤさんも車もものすごい今進化してて力強いレースができるようになってきて、本当こういった苦しい中でも中盤戦ぐらいからはすごくポイントを重ねられているっていうのはものすごくチームにとっては大きな意味があると思ってるんで、本当にあとはその最後の決勝の強さっていうのを最終戦を見せたいです。はい、チャンピオン争いから離脱してしまったっていうところが本当に はい、そこが一番やっぱり、今年1年見て、何がいけなかったのかっていうのも本当もう一度改めて考え直して、その集大成として本当に集大成という言葉もおかしいですけど、とにかく一勝を挙げて、新しい強さを出していけるように次のモテギ全力で戦いに行きたいなと思います。チャンピオン争いはもう難しい状況になってて、ただ我々茂木でいつも最終戦では結構いいところで走れてる中でなかなか最後はまとまらないみたいなレースがあったので、ぜひとも最終戦早い BRZ をみんなでこう見て来年につなげていきたいなと。